アルテリッカ、リッカリッカ。こんにちは。昭和音楽大学アートマネジメントコース3年生です。私たちは授業の一環で企画立案からキャスティング、チラシの作成や当日の表方業務など公演に関わるすべての業務を学生たちで行っています。この度は音色マリンバが見せる無限大の可能性というコンサートを企画しました。この公演はアルテリッカ新ユリ2019の一環として開催されます。ところで皆さんマリンバという楽器はご存知でしょうか？マリンバというのは何か聞こえませんか？そうですね。あ、これはマリンバという楽器じゃないですか？聞いてみましょう。こんにちは。素敵な演奏ありがとうございます。マリンバという楽器は木でできた鍵盤をマレットというバチで叩いて出す木琴の一種です。出した音はこの共鳴管で響かせてくれます。今回のマリンバに焦点を当てたコンサートを通してマリンバの魅力をもっと知ってほしいと思っています。この共鳴管をこすって音を出したりマレットの柄の部分を使って鍵盤を叩いたり目でも耳でも楽しめるコンサートです。打楽器の他にもアルトサクスフォーンやユーフォニアムなどのデュオなどマリンバの演奏を聞いたことがない方でもマリンバの音色を存分にお楽しみいただけます。出演してくださるのはマリンバは読売日本交響楽団の打楽器奏者であり本学非常勤講師の西久保智博先生、アルトサクソフォンに福本慎太郎先生、ユーフォニアムに他園翔一郎先生、打楽器の星出茜さんです。こちらのお二人、中野志保さん、曲山ひなのさんも打楽器で出演してくださいます。昭和音楽大学にゆかりのあるアーティストたちの豪華共演は必見です。こちらの公演は5月2日の木曜日18時開演です。場所は昭和音楽大学南校舎5階ユリホール。チケット料金は一般2000円、学生1000円でお買い求めいただけるとってもお得な公演です。チケットはこちらでお買い求めいただけます。新しい元号の最初のコンサートは音色で決まり、ぜひお越しください。ご来場お待ちしております。アルテリッカ。